客さんの気持ちは分からないでありませんが、今日のこの後楽園ホールのためにハヤブサコミッショナーがこの信号待ちを組んだ意義が壊れてしまいます。やんねえのか、ここまで言ってんのやめろお前。わかったよ、よし妥協案出してやるな。2対2よ、2対2ガンズ対人生早草組だよ。上がってこいほら。それは無茶な注文です。大変したんだろお前、リング上がってこいよ。2対2だといいだろ。ふざけんな、上がってこい、連れ来い。おっと、これは異常事態です。これはありえません。いきなりこのガンズが無法要求、そしてまだ退院して、今ガンの捨て2人がこの実況席解説についている早場さんを拉致しております。これを許していいのでありましょうか。体が効かないコミッショナー池田君が必死に守りますが、これはどういったことでしょう。ハヤブサは怒りに満ちた表情を浮かべておりますが、悲しいからこれに反撃する今体を持っておりません。池田君が必死に守りますが、これはあまりにもあまりにもな無法要求。今の人生が人生が入ってまいりました。さあ怒りの人生が、新崎人生が競馬事故もなしに既に臨戦態勢で入ってきております。そして今ゴンが鳴り響きました。一体どのような形式の試合なのでありましょうか。このセミファイナル WMF シングルマッチ7番勝負セミファイナル60分一本勝負、ビジドックプロレス新崎人生 VS ミスターガンズ選手戦。さあ今解説席に人生と、そして池田君に救出されたハヤブサコミッショナーが戻ってまいりました。そして今この北側のひな壇のところで人生がなんと椅子攻撃。さあ荒れ模様の試合となりました。早草コミッショナー聞こえますか。はい、大丈夫です。大丈夫ですか。いや、とんでもない無法要求、当然受け入れることはできなかったわけですが、もうまさかあのような強硬手段に打って出るとは。何をしたいのかわからないですよ。ハヤブサコミッショナーとしてはもう呆れるほかしかないという感じ。どうしようもないですよね。やっぱり僕がやり返せる状態でやるんだったらいいです、はい、できないって分かっててただやってるっていうのはもう信じられないですね。あっと、これ北川でなんとここで拝み念仏、ああ介入してまいりましたミスターガンの捨て。さあハヤブサコミッショナーもこの状況、コミッショナー、これはシングルマッチではありませんよ。どうですか、これ排除できないですかね。あくまでもこのガンズでの後楽園ホールお目見えを固執してきたミスターガンノスケ、無法手段に打って出ます。まあこの 3.9 バトルスピアでコミッショナーがね、ハヤブサコミッショナーがカード発表した時から、もうその時からガンノスケは1対3にしろと、はい、本当に人任せで申し訳ないんですけどね、人生に思いを託すしかないんで、そうですよね。しかしその人生に対してもこのガンノスケは火炎攻撃で袂を分かち、そして3.14、 3月14日です。まだあの入院しておられましたこのハヤブサコミッショナー、はい、人生選手がお見舞いに来た時になんとそこにまで現れて、はい、そうですね、はい、しかもこのまだ車椅子で体を満足に動かすことができないハヤブサコミッショナーを車椅子から引きずり落としという、それに対してついに人生選手が怒り心頭を切れましたね。そうです ね、 ね、あの人生がガンノスに対して制裁を加えると、ほどの夜の道に使えるものが制裁を加えると、そう宣言しておりました。しかしガンノスケはそれに対して1対3、おっと、やはり人生にとってはこのミスターガンノスケ、オリジナルミスターガンノスケ、狙いはただ一つといった形。ああ、しかし実質上のこれ1対3のハンディキャップマッチですね。はい、この状況をなんとか打破しなければいけませんが、
人生自身も今すごい何とかしなきゃっていうのはね、考えてると思うんで、何とかいわゆるそのリーダーのミスターガンノスケと1対1の状況を作れないものかと、はい、しかしさあ流血しておりますガンノスケ、この2人のガンノスケを戦闘不能に追い込むのは少しばかりこの状況では難しそうです。しかし最初のこの試合が始まる前のガンズの無法マイク要求、その要求1対3が認められなければ2対2タッグ、普通のタッグマッチで人生のパートナーはハヤブサという到底受け入れられない要求、ましてやゴンが鳴ってからも実質上の1対3のハンキャップマッチ、やりたい放題、これがこのような光景が WMF の未来ではありません。これね、ハヤブサさん、はい、ガンノスケの行為というのは、はい、その前の試合でね、ハヤブサコミッショナーの気持ちをしっかり受け止めて試合をした黒田、はい、そしてガルーダ、はい、そしてその他の選手たちの気持ちをも踏みにじる行為ですよね。そうですね、本当にやっぱりここに来てくれてるみんなのその気持ちに対しても裏切りじゃないかっていうのがあるんですね。あ、そして3人がかりのトリプルパワーボム、これはでもテッド・タナベレフリーも厳しくチェックしたいところなのでしょうが、この無法集団にさすがにテッド・タナベレフリーも二の足を踏んでおります。これはもうセコンドではありません、完全に試合に介入しております。あっと、まずはガンノスケがクロスライン、そして再び今度はガンノスケがもう一度クローズライン、そして今度はガンノスケがガン襲撃となってラリアット、ごめんなさい、コメントが出てこないですね。コミッショナー、この状況なんとかして正規軍とかがね、それをやってしまうとまた意味が変わると思うんですよ。なるほど、それもできない、てかこいつらの思いつぼらになっちゃうと思うんですよ。一気に軍団その構想に持ち込もうというガンズの思うつぼと、こいつらのケースに乗るわけにはいかないっていうのは絶対なんでね、あくまでもシングルマッチであるという気持ちを守ってるわけですね。それはもう逆に言うと人生にも失礼になると思うし、当然人生その気持ちでやってくれてると思うんで、これは辛い立場ですね、コミッショナー。そうですね、この後楽園ホールのお客さんも願うような気持ち、悲鳴にも近い声で人生に対して声援を送っております。この今日のこの4月11日マーベラスデイセカンドに集まってくださったファンの方々は決してこんな試合が見たかったのではないはず。サソリ固めで人生を追い込みますが、なんとかサードロープ、そして再びこの解説席にいるハヤブサコミッショナーに対して何か言葉を投げかけてきましたミスターガンノスケ。これに対してもうハヤブサコミッショナーは一言も言葉を発せないぐらいの怒りに満ち溢れております。さあ対角線のクローズライン、ガンノスケ、ガンノスケ、ガンノスケ、ガンズの波状攻撃が続きます。そして今度はトップロープからトリプルパワーボム、いやこれはそうですね、テッド・タナベのレフェリーは判断は正しいです、これをカウントは取ってはいけません。テッド・タナベレフェリーもそんな覚悟でこのガンズに対して厳格なレフリングをしようとしておりますが、聞く耳を持ちませんガンズ。おっと今2人のガンナスが、でもここまで痛めつけといて今更シングルマッチは効かないですよね。あ、ここで2人のガンナスは退場していきます。何事もなかったかのようにシングルマッチに戻そうという展開か、やり口が効かなすぎますガンズ。
流血のガンノスケ、あー強烈なラリアット、スノア人生何も考えさせない、ここからが人生、新たち人生の真骨頂を見せるか。さあ早草さん、ここから人生がどこまで、はい、少なくともね、ガンノスケはこれで人生のこと甘く見てればね、はい、俺が人生をあれしてくると思うけど、はい、やはり早草コミッション、おーっとー、マンダラひねり、怒りのマンダラひねり、このガンノスケの左膝をねじ切らんとばかりに、今度はグランド式ひねっていきます。怒りのマンダラがこの WMF のマット上展開されております。これでガクンとガンノスケの動きが止まりました。そしてピンポイント攻撃、やはりガンズはこの人生の怒りを舐めていたのか、新崎人生にとってみれば願ったり叶ったりのシングルマッチの状況。ガンノスケ、この110キロあるガンノスケを軽々とボディスラムしてからスプラッシュではないフットスタンプだ。いつもならこのスプラッシュを狙うとこフットスタンプ。そして今リング上の人生が解説席にいるハヤブサに対してアイコンタクトを取った、俺を信じているというアイコンタクトか、人生がハヤブサの怒りをも吸収して鬼と化しております。何かを狙う獲物の目つき、スイッと立って、ミサイルキック、一つ一つの技に怒りと怨念こもっております。ガンヌステの体を徐々に蝕んでいく人生の怒り、まさに制裁を加えるという言葉にふさわしい展開になってまいりました。拝んだぞ拝んだぞ、安らかに眠れ、拝みパワーボム、これをカウント2で返します。もうあとは人生にね、もう安心で任せていいと思います。僕自身はこの状態だったら、はい、さあそして極楽固めの体勢、今宵は極楽固めならぬ地獄固めか、このにっくりガンノスケを地獄に叩き落とすか。しかしまだ完全な形、ガンノスケの体が半身になっております。しかしそんなのはお構いなしに、近い今完璧な極楽固めに入りました。ガンノスケよ、静かに眠れ、極楽に誘うか新崎人生。サードロープに足がかかりました。先ほどのガンズの勢いはどこへやら、完全に人生の怒り、そしてパワー、テクニックが上回っております。むしろこれならなんとかなりそうですね。そうですね、もうこれでもう本当に安心してみてください。また出てこない限りは。そうですね、そしてこの体勢は掴んだぞ、こういう落とし、あーっと、ここで急所攻撃、そしてなんとガンノスがシャイニングリザード、そのまま抑え込む、こんなことがあっているのか、なんということだ、ミスターガンノスケ選手の勝ち。ガンノスケはただ勝てばいいのか、こんな勝ち方で満足なのか。ハヤブサコミッショナーの重みをズタズタに突き破る、あー、そしてミスターボンゴ、あー、襲っている、言葉が出ません。ハヤブサコミッショナーももう怒りと落胆と全てが入り混じった表情、あーと人生がトラシック、そして再びもう一発、こんなことがまさかこの後楽園ホールマーベラスデイセカンドで起こるとは、ハヤブサコミッショナーも頭を抱えるこの状況、信じていた人生あと一歩という、あと一歩というところまで、最後は急所攻撃からのシャイニングウィザード、そして強引にエビに固めるという、まさにガンノスにとっては勝利の二文字さえ取ればいいという
姑息な姑息なフィニッシュ。ガンノスケにはもうハヤブサコミッショナーの言葉は届かないのでありましょうか。さあ人生が無念そうな表情、無念そうな表情。これは負けた怒りと負けた悲しみと、そして動けるハヤブサの期待に応えられなかったという悔しさがにじみ出ております。コミッショナー、はい、今話せる状況にありますか？大丈夫ですか？ちょっとこの信じられない結末について率直な意見を。受け入れたくないけどね。受け入れられない結末、到底受け入れることはできません。こんなことがあっていいのでしょうか？人生苦悶の表情で今リングを降りる。しかも勝負が決まった後、あのミスターポーゴが乱入するという、全てを台無しにしてしまう展開。人生が今ハヤブサコミッショナーのもとに一歩一歩ずつ今新崎人生選手の口からは何も言葉を発しませんでしたが、カメラには映りませんでしたが、あの指一本はもう一回ということでしょうね。